コスチュームに合わせた本格メイクとヘアセットで変身です。そうです。長崎県美容専門学校では日頃学んでいるヘアメイクの技術を生かしながらハロウィーンの仮装で街を盛り上げようと2014年から学生たちによるハロウィンパレードを行っています。今日はジョーカーをしようと思って普段使っている道具を駆使してメイクに工夫を凝らします。こっちが来る。血のり入ってます。自分でも分かりません、どうなるか。本物さながらの傷やあざ。去年1位の校長賞に輝いた2年生の西川沙羅さんは今年も迫力満点、傷だらけの囚人が完成。仮装した1、2年生およそ90人は長崎市桜馬場の学校を出て新大工町商店街を通り眼鏡橋方面へ進みます。毎年楽しみにしてます。いつもこうやって見てます。あ、楽しいです。なんかもっと見てほしいなと思います。100点満点。パレードはおよそ1時間半行われ、学校に戻ってからはメイクやユニークさなどを評価した表彰式も行われたということです。楽しい。